まあちょっと、あ懐かしい、ゆっくりできる、懐かしいな、普通に食べたらあんまり面白くないから、そうですね、一つゲームをやろうかなと思って。懐かしい、これどれですか。おお、すげえすげえな、はい、いいですね、はい、あこれいいかな。まず今ゲミがやったみたいに、誰がもっと長くこれが回るか、罰ゲームはこの卵を頭で割る。さっき俺なんか頭からなんか慣れたよね痛いんだけど。じゃあ皆さんいきます。おい、よろしくお願いします。絶対勝つぞ、うら、絶対勝って中野の頭を殺します。やってみろ。頑張れ、君はできる。ぶつかっちゃったからね。頑張れ、たまごちゃん。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。いや、まずい。ダメ。あー、僕の勝利。嬉しそうだなこいつ。これやる前に僕がもうこいつの頭にガンってやっちゃったんですよ。もう一回だけやろ。あ、やだ、もう悔しい、白、ちょ悔しい、ちょ、皆さん今まで本当ありがとうございました。あっでも僕が優しくしてくれない。もともとここでやったらあんまなかなかやらないので、ここで僕は優しく、これ痛くないですよ、さっきみたいに、僕みたいに2回こう当たったら痛いし、こう引っ張ってパンなったら痛くないですよ。普通にこれもう一回やろ。それこれめっちゃ悔しい。あの卵食べたい。じゃあお願いします。めっちゃ食うてるやん。スタート。あなんかさ、全部壊してるやん、全部壊してる。パチーン。ずるこいつマジで。あ、食べたかった、俺食べたかったの、待ってるの辛かった、待ってるの辛かった。こいつずる、なん、うん、辛かった、ごめん。俺も叩けや、もうかい、ちょ待ってや、これかわいそすぎだろ。俺ちょっと出来事いっぱい起きすぎんだよ。湿気こぼれて、負けて、殴られて、これ好きなんすよね。あれ見て思ったけど、俺らって何なんすか、マジ何を目指してる。まあ芸人とアーティストの若干間くらいかな。ねえ、マジで芸人やん、芸人。いやもうめ、今のめっちゃおもろかったの、うん、でもなんかね、やっぱりあの、ああやって一生が変わるだけでもなんか雰囲気違いますね、うん、あれめっちゃおもろいわ。ジュノめっちゃ嬉しそうやのに。ずるいなこいつマジで。番組も分かってるんじゃないですかね、やっぱり。俺が本当性格悪いやつだったらマジ切れてたわ、マジで。本番に参りたいと思います。準備よろしいですか。 OK、 意気込みを。絶対勝てやるぜ、俺が。中央店も何でもない人だから、俺が絶対存在感ゼロな人だから、俺がもう勝てやるぜ。もう一言で皆さん応援よろしくお願いします。ナイスクリル、俺も大好きやぜ。頑張ります。ジュノ、左足青。こんな平和な BGM 流れてた。もう負けてるじゃん。手をさ、あれ壁にもうやってる時点でも負けてるやん。ジュノ、右足黄色。待って、これこれマジきついよ。左足黄色。あ、完璧。ちょっと待ってやん。あ、何や今のおならっすか。ちょっとおならでかい音。ちょっとなんかあの太ももがマジで。マイクないのに。おならですよ。おならをよく。これ BGM 入れたんじゃないですよね、効果音。あの、これすごいフォローしてたのに。ぜひこの姿勢でフォローできなかった。あ、臭い臭い。緑。あ、緑ですね。ごめんなさい。これで無邪気にやってる姿がなんかおもろいな。つった。最近ダンスやってないから、つるとかないから、お尻つけたら負けやからね。
スパイダーマンだよお前。最近ダンスやってないからさ。じゃ2人こうなってるのめっちゃおもろいやん。なんか必死に顔を割れてるし、左足黄色、 BGM はめっちゃなんか、はい、ゲミすげえ平和な BGM じゃん。左手青。青俺は飛んだきつくないのよ。足臭いしもう。はーし。シノ左足赤。あーし。右足青赤。右足赤？なんちゅう姿勢。あでもこういう今のやつでハイライトはやっぱりジュノのおならじゃないかなって思ってますね。いやそうやな。あんなでかかったんだね。マイクもなかったんだよ。ねえ。ブってザおならやん。ねえ。だから俺口だと思った最初。プッってやっちゃったもん。いややばいな。今日は何の回？今日は2人で当たり前ゲームをやってもらいます。出た出た出たな。あ当たり前ゲームですか。当たり前ゲーム、伝説の当たり前ゲーム。このゲームね、すごくマジで伝説だった。なぜかと言いますと、韓国に X メンという番組がありまして、 そうですね、そこの MC の方ユージェソクさんとカンオドンさんが、こうやってゲストの方々にさせてたそういうゲームなんですよ。だから例えば相手に何か聞かれた時に当たり前って言わなきゃ、そうですね、負けというゲームなんですよね。最初始まる時からもう自信あったやと。当たり前ゲーム。だからもう当たり前って、いやこれ僕が負けるゲームですよ。普通に負けですよね。そうですね。あこれはタメ語でいいですよね。タメ口、タメ口でめっちゃ太ってるし、韓国語はタメ口でやります。はい、タメ口でいいですよね。じゃあ、OK、これ絶対僕が負けるゲームじゃないですか。さっきと同じこと言ってたらなんかエピソードもあったし。ああ、全然そういうの言わないから。じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。うん、俺からめっちゃ面白かった。おめえ、足短いだろ。当たり前。めっちゃ言うやん。お前肩狭いやろ。肩幅？うん、まあ、肩幅だから運動頑張ってるし、タゲなし、うん、な当たり前。お前歯一本ないだろ。入れてきた。インプラントしてきた。でも当たり前に当たり前。次からこうやって言い訳したら負けですよね。うんうん、お前鼻毛いっぱい出てるやろ。当たり前、毎日、うん、困ってる、うん、ワクシングちょうだい、うん、おめえ実は2年前からハゲてるんでしょ。当たり前。そうなんだって。あ、怖いな。あ、怖い。お前乳首に毛あるだろ。長い病院行くから。長いよね。3、4センチくらいあるから、うんうん、はあ、まあこれは軽く、うんうん、軽く。お前もう太りすぎてもう70キロ超えてんでしょ。ああ、全然当たり前、うん、探そうとすんな。そんな体のことで。お前
脇から汗いっぱい出るやろ。あ、危ねえ。武田氏、あ、当たりました。こいつマジ鬼やなんだよ。あ、もうほんま夏困るよ。ネズミの T シャツ着ればいいもん。マジでこの時めっちゃ面白かったマジ。もうないんだけど。ギブアップ。ああ、それ罰ゲームですか。もうなんすか。わあ、何これ。これ着て今日、はい、最後髪決めたのに、せっかくバナナですね、バナナ。あたけえな、塩なんですよ。塩。ああ、でもね、うん、この時の韓国ロケの時はもうずっと笑いっぱなしだった。だってもうお腹なくなると思って、ね、へそがなくなると思ってた、マジで笑いすぎて。わあ、とその日のベストは、あの打ち上げ終わってからスタッフの皆さんと打ち上げをしたんですよ、はい、でも僕その時はお酒をやめてたんで、はい、あの全然飲んでなかったんですよね、うん、でこいつはお酒、その PT さんとか、あの他の監督さんとかも一緒にこうやってお酒飲んでて、こいつベロンベロンに酔っ払って、最後はもうなんか、あーなんかクソーみたいな、あーなんかなんかすごい、なんかまた僕に対しての不満話とか、まあそういういろんな裏話をしてて、本当楽しかった記憶があるんですよね。その時には男、バリバリ男男って言ってました、ね、そうだね、タクシーに向いても男言うし、そうそうそう、で急にこいつなんかトイレ行って行きますとか言って、あの真ん中の鉄棒があるんですよ、下そこにバンぶつけて、お前誰だよとか言って鉄棒に、お前俺誰だと思ってんだよ、俺男だよ男なんかこいつやばかったんですよ。みんなもう爆笑だったんですね。ねえ、はあ、いや面白かったな、やっぱ思い出ですね、今考えてみたら。また韓国ロケ行きましょう。行きましょう、マジで、はい、あ、めっちゃ楽しかった。 ありがとうございました、はい、それではあのピティさんがクソ笑ったパート1でした、うん、はい。